おはようございます。3月7日月曜日、朝の6時半です。今日はここは山口県下松市内のコンビニの駐車場です。今日はここの近くで朝おろして、荷物は精密機械4台とケースものが5個、でおろした後はまた近くですね、田無生町っていうところですね。ここから近いですね、かなり。そこで積んで、翌々で、また翌々で横浜卸です。今日も安全運転で行きますので、よろしくお願いいたします。8時半になりました。結局7時半だとちょっと早すぎるから8時半にしました。出発します。高速道です、実車です。8時40分、降ろし場所到着。だいぶ並んでます。9時、待機場所に着けました。去年の12月に来てるんだけど、忘れちゃうね、受付の仕方が。はい、10時半です。山口県下松市完了です。次、田無生町、ここから20キロぐらいですね。瀬戸内海の横で休憩します。お昼を食べながら、今11時15分です。お湯が漏れてる。接着剤で塞いだんだけど、また漏れてきた。12時46分、そろそろ出発。はい、午後2時20分、田無生町積み館です。サンパレット1500キロということで、サンパレ積ませていただきました。卸はよくよく
横浜本牧ふ頭です。高速道です。一車です。とりあえず下道で向かいます。まあ188号線走ってるけど、まっすぐ行けば2号線に出れると思います。いわきにまで38キロ。午後4時30分トイレ、なんだっけ、佐賀田バーキング、な、何バイパスだっけこれ。おはようございます。3月8日火曜日朝の7時30分です。ここは山陽道上り権現湖パーキングエリアです。以前から乗っかって、で権現湖で休息しました。何時だっけ、11時か。権現湖に着いたのが夜11時。ここね、だからあそこから1、2、3、8時間ぐらい走ってですね。おろしは明日の午前中の横浜本牧ふ頭です。ですが、まあ今日は会社まで帰ります。会社まで帰って、今日の夜は家に帰って、で明日は横浜本牧と2号線を一般道をずっと走るのもいいですね。高速道路ばっかりだと全然なんかつまんないです。あれ、三原バイパスと尾道バイパスかが全部つながってましたね。つながってました。まあそういうことも気づきました。でここに松屋がありますね。松屋、まあ、昨夜あんま食べてないから食べようかなと思います。牛丼買ってきました。松屋と生卵と波、いただきます。
します。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。どうぞまたよろしくお願いいたします。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。